訓練は東久留米市役所でサリンがまかれ、住民など複数人が動けなくなるなどした想定で行われました。およそ200人が参加した訓練では、防護服を着た消防隊員が動けなくなった人たちを搬送した後、警視庁の NBC テロ捜査隊の隊員がサリンを撤去し、除染するまでの流れを確認しました。2020年に向けてそれぞれの行政機関が密に連携し、テロへの迅速な初動対応が重要だとして、警視庁などでは今後もテロに備えた訓練をしていくとしています。